まさか、あの女子なしは。ジリンやケフラと戦った時と同じ。いや、もう一波乱ありそうじゃばい。今回がおそらく、いえ、間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということを、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め、ジレンを超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。この力の大会、そのわずかな時間の中、ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。次で終わりにすっぞ。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち、黙って見ていろ。これは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそ。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら、手加減はせんぞ。凄まじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。好きだけど、なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんなが俺らに託してくれたんだ。その思いにかけて、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、俺らが見せてやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などと、あやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。これがオラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら、俺の今までを全て否定する方になる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去る。